はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、幼いでございます。今回は、心理学英単語 A to Z ということで、心理学の英単語の勉強動画ですね。大学院入試や英語の論文や書籍をすらさ読めるようになりたいという方にお役立ていただければと思っております。このシリーズの動画のリンク一覧は、この動画の説明欄、概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。 今回は臨床心理学精神医学分野の U から始まる英単語を5個とか6個ぐらいですかね、ご用意しましたので、見ていきましょう。ご自身でえ考えたいという方は、まあ考えた方がいいと思いますけれども <laughs>、あですね、動画を、あの、単語が切り替わるたびに動画を止めてえお考えください。ということで行きましょう。アンコンディショナルポジティブリガード。いかがでしょうか